はい、皆さんこんにちは。今日は先日からお話ししています Ava AI という自動作曲、そして AI を使ったアレンジメント、この超絶すごいソフトを使って新しい DTM の楽しみということをテーマにお話をさせていただきます。 AI というと何でもかんでも自動で面白くないなというふうに思われる方もたくさんおられると思います。やはりクリエイター魂と言ったらいいんでしょうか。そういうことでなかなか AI を受け入れるのが心の中で戸惑っている方もたくさんおられることを僕は知っています。でもこんな使い方もいいんではないかなということで、今日やるのはですね、ピアノ曲を作ってそこから DAW でアレンジをするという一連の流れをお話ししたいと思います。では早速やっていきましょう。プラスマークを押してステップバイステップを選びます。画面をハイビジョンでらっしゃる方はですね、このタスクバーありますよね。タスクバーの出方によっては画面の一番下のところが見えない方もたくさんおられるんです。その時はですね、このタスクバーを設定をしてですね、タスクバーの動作というのがあります。ここのところにタスクバーを自動的に隠す、このボタンがありますので、これをですねやっておけば、この16分の1というようなこのマークが出るようになります。このページにある16個の候補だけではなくって、たくさんの候補がこのようにあるんです。ですからまだまだたくさんのスタイルバリエーションというのを使えますし、またこれを自分が作ったりということもできるんです。ここに Ava というふうになっているものもあればですね、この左の方にザンリエルとでも読むんでしょうか、こういうふうに有志の人が作ったような、そういうようなものもあるわけです。例えばこの1ページ目にはピアノソロポップというのがありますので、これから作ってみましょう。まずはこのようにコード進行が出ますが、まあ、気に入らなかったりしたらここで変更を加えたらいいわけです。このように変わりましたが、今 C もしくは Am でできていますが、これも切り替えることができます。ここをですね、例えば D で作る、 D メジャーですね。このように変えることによってキースケールを変更することができます。これでもう一度ジェネレートを押してみましょう。こんな形になりましたね。じゃあこれで進めてみます。上のボタンの NEXT を押します。今回はピアノが2つ並んでですね、そしてコードとバッキングというのをしてくれています。ちょっと聞いてみましょう。はい、いいですね。ちょっとメロディーを少し上げておきましょう。そうしまして NEXT を押します。そして2分半から3分ぐらいの曲を作ります。候補を2つ出してもらうことにします。ピアノ以外の音が入ってもいいときはここをこのようにオンにしておくと違うアレンジもしてくれますが、ピアノ曲のままでいいんであればここをオフにしておきます。そしてピアノテスト、必ずここの名前は入れないといけないようになっています。そしてクリエイトコンポジション、これをします。しばらく待ちましょう。今回はこの長さはノーカットにしています。皆さんに作る時間を見てもらうためです。
はい、そう言っている間に1曲目が出来上がりました。はい、このまま聞いてみましょう。はい、もう一つの方も聞いてみましょう。はい、イントロの部分は初めの方がいい気がしますが、トータルで言えば2つ目の曲、これですね。これの方がいい感じがします。まあこれからやっていくんですけれども、ちょっと前もって作った音楽があります。ちょっと聞いてみてください。はい、すごく音が小さいですよね。でも後半は上がるんです。もちろんこういう曲を DAW に持っていってから音の大きさを変更するというのもいいんですが、まずは直し方というのをお話ししてみます。この3つの点のところからオープンインエディターを開きます。なぜあんな小さかったか、このコードを見ればわかるということになります。このコードのところのダイナミクス、いわゆる音の大きさですね、これのオートメーションを見てみましょう。するとですね、先頭がこんなに小さくって、ずっと後ろまで見てみると、大きな山があって、また小さくなっている。どっちかというと、アビエントソングのようにですね、ヒーリングで聞くような、そんな感じの音の作り方になってるわけですね。こういう場合は、もう音を一定にして、まあ、DAW でまた味付けをするというのが僕はいいんではないかなというふうに思います。例えばここでこのように鉛筆を走らせるとこうなるんですが、もう一気にですね、このボリューム、これベロシティです。ベロシティを例えば今95ぐらいにしまして、そしてアプライ、これをするとですね、一定にできるんです。ですから、もうちょっと下げておきましょうか。はい。このようにやればいいわけです。今度はメロディーも見てみましょう。メロディーは一定の大きさになっているか。はい。メロディーも先ほどと同じように山になっていますので、これも86という数字で一定にしておきます。そして、最後にベース。これのダイナミクスはどうなってるでしょうか。ベースはここの部分だけですので、この部分をいじってあるという感じですから、まあ、ここはいいですね。そしてこの左の方とか後ろの方は音符がないですから、関係ないということになります。このようにしまして、セーブをすると、音の大きさが一定になります。
その時にもいろいろ方式がありまして、ミックス、ノーマライズとか、ノーマライズ、ノーンというのがありますけれども、自分がやったままでいいのであれば、ノーンのままセーブチェンジをします。もしくはミックスした感じでちゃんと整えてほしかったら、これを選びましょう。そしてセーブします。はい、これで見てみましょう。下から3つ目ですね。先ほど先頭がものすごく小さいでしたが、これが直っていると思います。はい、お分かりいただけましたでしょうか。このようにダイナミクスの調整というのをですね、このエイバのソフトというのはここで基本的にはフィニッシュまでするので、ベロシティであったりボリュームであったりというような音の大きさはここで作ってくれてあるんですけれども、 DTM に持っていってですね、やるときってあまり音量差があったりするとですね、自分のイメージでやるといういわゆるスタートラインというのが見えにくいですので、今のような音を一定にするというのも一つの方法です。絶対そうやらないといけないというのではないですので、参考程度に考えておいてください。ではこれでですね、ダウンロードというのをします。このダウンロードというのは、無料版の場合は月に3回しかできません。僕はもう1回やってあるので、あと2回できるということになります。まあ、近いうちに僕はサブスクに入ろうとしているわけですけれども、まあ、ここでダウンロードをやってみます。ここで MP3 であったり、こういうようなものがあるんですが、Other Action というところに、ダウンロード ZIP MP3 プラス MIDI というのがありますので、これを選択すると良いでしょう。今まとめてくれています。それが終わったらどこに保存するのかということを聞いてきますので、ここで New Composition Sharp20 という名前で保存をすることにします。このように保存ができましたね。これをすべて展開をします。はい、ここにホルダーができました。中身を見てみましょう。ここで MP3、 そして5トラック程度にまとめた MIDI やオーケストラとしての、例えばベースという中にもウッドベースがあったりチェロがあったりということで、複合的に制作している。なぜそんなことになっているかというと、僕の思うにですけれども、この AVA というソフトはオーケストラにとっても強いというか、そういうソフトに出来上がってまして、今日の最後にお見せしますけれども、オーケストラを作ったらもうびっくり仰天というようなオーケストラができるんです。ですからこのソフトは、同じ MIDI といってもですね、ストリングスの中に第一ストリングス、第二ストリングスがあったりとか、とってもバリエーションが豊富な MIDI を制作するようになっています。では MP3 から聞いてみましょう。こんな風になっています。そして今度は DAW を立ち上げて、この2つを読み込んでみます。はい、スタジオ1が立ち上がりました。ここからファイル開くということで、先ほどの
ダウンロードホルダーのデータを開きます。まずは簡単な方のファイルを開きます。ジェネラルミディのサウンドを読み込みますかということで、はいというのを選びましょう。そうしましたら、このようにメロディ、コード、ベースという3つのファイルが読み込まれました。今回はオーケストラを読んでもこの3つになるかもわかりませんが、ちょっとやってみましょう。ファイルから開く。こちらの方を読んでみます。はい、ジェネラルサウンドを読み込みます。今回は読み込んだ音は同じだったようですね。オーケストラの方から聞いてみます。長さは50小節ぐらいということですが、ちょっとここが気になっています。この気になっているのは何かというとですね、多分テンポマップを読んでるんではないかなと思われます。そうですね。このようにテンポというのもちゃんと読み込んでいます。そしてもう一つの方のファイル、簡単な方を読み込んでみます。これにもテンポマップは多分あると思います。はい、こんな感じに細かくテンポマップが読み込まれていますので、ファイルが後半でゆっくり終わっているような場合でもですね、ちゃんと読み込んで編集もすることなく使えると思います。何はともあれ演奏をしてみましょう。これにリズムを入れてみたいと思います。ここで VD ディープを入れてみたいと思います。はい、こんな感じで入れてみます。今回はフィルとかそんな難しいことは考えずですね。もうただ入れるだけ。こんな感じです。このようにドラムを入れたり、例えばこの一番下のここですね、これベースに変えるということもできると思うんですね。ちょっとベースに変えた部分を鳴らしてみましょう。こんな感じでアレンジを自分なりにしていくというのに、エイバの方では簡単な楽器構成、これにしてですね、DAW で色付け、味付けをしていくというのがアレンジの勉強にもなりますし、いい方法だなというふうに感じました。皆さんもエイバを使ってですね、単にボタンだけで完成曲を作るんではなくて、アレンジの勉強を加速するために自分の DAW に持ってきて、いくつかのトラックを足したりしながら完成させてみる、こういう楽しみ方もしくは研究の仕方もあるんではないかな、そんな風に感じましたので、今日は皆さんにお伝えしました。今日の話題の途中でですね、 AVA というソフトはオーケストラにとっても強いというようなお話をしました。
どのぐらい強いか、そしてどれぐらい簡単かというのを見ていただきます。僕もオーケストラというこれを作りました。まあ一応中身だけ見ていただきますね。このようにトラック自身は5つぐらいでできてるわけですけれども、このようにエクストラなんかを見てみると、その中にもチェロがあったりビオラというのがあったりしています。またコードというのも見てみましょう。コードの中にも3つのトラックがこのように分かれていますよね。さらにベースはどうでしょう。5つものトラックで出来上がっています。チューバであったりティンパニーであったり、まあベースというくくりというのは低音楽器的な意味かも分かりません。ここにスタンウェイ D モデルという有名なピアノもあります。この辺名前を直接使ってるというのが本当にいいのかなと思うぐらいですけれども、サンプリングをですねかなりいいところから撮ってるんではないかなということも感じられます。これでちょっと音を聞いてみましょう。途中で切りましたけれども、どうでしたでしょうか。こんなオーケストラが皆さんも明日から10秒でできる、これはごまかしでも何でもなくですね、必ずあなたもできるということです。そしてそれも無限大に作れます。5曲だけ100曲だけ、そんなことはありません。作るのはタダで、そしてシェアするのも無料です。ただし、MIDI をダウンロードしたりするのが、月にフリー版の場合3回まで、そして有料版に入るとですね、それが15曲ぐらいできるようになる。そんなような AVA の仕組みになっていますので、皆さんも一度チャレンジしてみてください。費用は全くかかりませんので、安心して使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。またねー。